俺だよ、とこどうも、おはようございます。こんにちは、こんばんは、りょうじんと申します。モンスターハンターブロードでアイスボーやっていきます。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回紹介していく鑑定武器、こちらでございます。バルハザクの素材を使った鑑定武器でございます。こちらでございます。黄金の重装、死闘でございます。攻撃力644の白ゲージ、回心率 15% の流属性値が480、流風力が中でございます。防御力ボーナスがプラス20の放射型レベル6ということで、まあ、黄金シリーズ、回心撃属性ついております。まあ、放射6がついてるということは、ため砲撃でございます。どうもありがとうございました。まあ、流属性値とかも関係なしに、ため砲撃型で戦った方が絶対に強いはずなんですけども、まあ、せっかくね、644。回心率ついてる。で、流属性が高い。もうね、もうせめて殴り特化で使わせてください。ということで、こういった感じで装備構成組んでおります。見切り7と流属性攻撃強化がレベル6、渾身レベル5、攻撃4を採用して、傷なし 100% ですね。回心率 100% を実現しております。まあ、砥石使用高速化でね、切れ味ケアを入れてはいるものの、切れ味かなり、見てください。ゲージがかなり狭いんで、まあ、かなり頻繁に研ぐことになると思いますが、まあ、かなり火力特化でこういう風な装備を組ませていただきます。まあ、でもこんぐらい特化しないとね、属性武器活かせないからね、うん、難しいとこではありますけども、まあ、こういった装備コースで今回やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで装飾品でございます。もう達人種がね、足りてないのが目に見えてますね。まあ、ちょっとかなりゴリ押しで作った感が否めないんですけども、まあ、EX マムライガーマムガイラヘルムベータに関してはもう完全にスロットだけで使っているのではい、満足感なんていらないんですけどね、はい、スロットがすごく優秀なんで、入れております。はい、ということでこういった装備コースでやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでやっていきましょう。よろしくお願いいたします。まあ、今回流属性武器だということで、リオレイヤーが弱点なんでやっていきましょうか。まあ、リオレイヤーが弱点かっていうわけでもないんですけど、まあ、リオレイヤー系統はね、結構流属性弱いので、まあ、こいつらを買って頑張ってダメージ与えていこうかなと思います。さあ、いくぜ、ファイヤー。よし、じゃあとりあえずちょっとどんぐらい威力が高いのか確かめていきましょうか。投げ払ってどうぞ。241か、まあまあですねまあ、こんだけ積んでんだ。もう 200ぐらいいってもらわないと困りますからね。あ、OK、飛び回る。あれ、こいつさこいや、サマソト。よっしゃ、切り上げて叩きつけ、投げ払います。はい、よし、叩きつけて足元ガンガン狙っていきましょうね。足元流撃砲撃っちゃった、いつもの癖だー、ファイヤー相手の好きに関しては流撃を打ち込んでいくのがもう俺の指の中にインプットされてるのかもしれねえな、おい痛い。まあ、とりあえず足転倒狙って、ダメージ狙っていきましょうかね。はい、それ、まあ、白ゲージまでが、火力が高いので、まあ、青ゲージになってからはちょっと微妙な感じになっていくかなといった感じですね。クラッチ欲しいんで僕は乗り攻撃しちゃおうかな。さあ、青ゲージになりました。こっからがちょっとね、威力が下がってしまうんですけども、問題なくやっていきましょうかね。威力も高いのでちょっと青ゲージぐらいでなんとかなるかなと思ったけど、ちょっとね、結構渋い数字になっておりますね。はい、 OK、 点灯しないですね。サボソ点灯しないかな。やべえ、もう一回来んのか。叩きつけて投げ払いましょう。はい、やっぱ白ゲージやな。やっぱせめて殴り特化使うんだったら白ゲージですよね。青ゲージで殴り特化ちょっと渋いですよな、さすがに。はい、多分投げ払いまで入るんじゃね。 OK、 青ゲージ240やからな。 よし、乗れたぜ。さあ、行きましょうか。行くぜ、フルブースト、イエス。ということで、ここからは、あ、顔に攻撃したかったけど、なんか無駄に滑ったんだが、ああ、ありがてえ。それは溶かせていただくぜ。おやすみなさい。いや、砥石使用高速化、ありがたいですね。まあ、本当はね、切れ味の上ヒレとかがあれば、それ使った方が絶対いいんですけども、ちょっとね、僕集めてなかったんで。集めてないんかーいということで、はい、投げ払って、あ、毒が流れてる、毒流れてる。あ、危ない、危ない、
毒状態にもなっちまえよお前。毒になって苦しめ。叩きつけよっ。多分方向するかな。オーケー。叩きつけまで入る？オーケー。さあ毒状態でどこに行こうというのかね。はいはい、どうもどうも、レオジンです。そらーし、クラッチが欲しいです。クラッチの弾が欲しいです。はい、この石ころが欲しいんです。叩きつけて火炎避けます。それはうん、いいダメージ。うん、気持ちがいい。スカッとするね。まずい。オーケー。転倒しないですかね。さすがに、さすがに転倒しない。転倒した、ありがとう。問答無用で投げ払っていくよ。はい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 、ループループ、はいはい。いや、殴りとか、これが楽しいな。273か、結構出るな火力。やっとやっと溜め砲撃ぐらいかな、頑張って。やっとあそこまで頑張って、やっと溜め砲撃ぐらいまでの火力が出せることができました。溜め砲撃プラス起爆流行か、頑張って。ここか、いかにあいつらが強いかっていうのが、殴りとか使うとマジでわかるな。もう何回も他の動画とかでも言うてるけど、やっぱそう思うんだよな。投げ払う、はい、来るか、突進、はい、オッケー、遠いね、突進、はい、叩きつける。さあ、お、今のはぶち飛ばしができますね、これは。よっ、チャンス、あー惜しい、惜しかったな今の。もう一回チャンスくれ、間に合う、よし、いけ。はあ、そっち行くの、マジかよ。あ、まあ、な、しかも冷まそうやんけ。あっちに行くんか、壁に当たると思ったんやけどな。未だに俺クラッチのぶっ飛ばし相当下手くそなんですよね。狙ったとこに行かないというか、悲しいよな。お、ナイス転倒、素晴らしいね。俺こっち行こう。オッケー。頭に行きたかったけど今。お、何、今すげえムーンウォークしたな今。どこ行くの、そっち行くんですかね。なるべくここで捉えたい感はちょっとあるな。ちょっとスリンガーがどこにあるか分からなかったんですけど、ここで捉えて、しびれはな、はい、からの麻酔玉でいい、大丈夫でしょう。OK。ということで、お疲れ様でした。まあ、なんとかここまで会心持って、なんとか起爆流行とため砲撃一発分の威力にたどり着くことできたんで、まあ、どれだけあいつらが強いかっていうのが、特に放射型使うとなおさらわかりますよね。はい、ということでリザルト画面です。まあ、特に目ぼしいものはございません。ご視聴お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。